現在のソ連地上軍は機動化された191万の兵力を持つ世界最大最強の陸軍と言われている。カチューシャと名付けられたものをはじめロケット弾の種類も多いが、なんといっても中心となるものは総数5万両、世界の全戦車の半数を占める大戦車群。そしてこの BMP と呼ばれる強力な戦闘力を持つ装甲兵員輸送車である。この BMP は73ミリ砲と対戦車ミサイルを装備し、8名の戦闘員を乗せている。走りながら戦い、さらに歩兵をいち早く最前線に突出させることのできる BMP の出現は、これまでの陸上戦闘の戦術を画期的に変化させた。こうして機動化された歩兵部隊と強力な戦車軍との共同作戦は爆発的な破壊力を有している。一人で携行操作できる SA-7 型対空ミサイル、ソ連の歩兵部隊はこうした多くのミサイル兵器類を装備し、ミサイル時代への対応を見せている。が初めて装備した移動式の対空ミサイル SA-4、 ブースターロケットで発射されラムジェットで飛行する。これらのソ連製ミサイルの多くはソ連友好国へも輸出されている。ベトナム戦争当時、北ベトナム防空に使われた SA-2 型地対空ミサイル、アメリカのホークに相当するといわれる SA-3、 比較的近い距離で迎撃するミサイルである。 SA-4 と同じくロケットで発射されジェットで推進する SA-6 ミサイル、長い射程距離を持つ SS-1 型ミサイル、通常爆弾でも核弾頭でも使用できる。これは戦車ではない、自ら走ることのできる自走砲、機動化された大砲である。しかも水の上を進むことができる。主力戦車 T-72 型は125ミリという戦車としては最大級の砲を装備しているが、その後もさらに改良を重ね新型戦車が登場している。ソ連地上軍は戦車341両、BMP232 両を有する戦車師団50個師団、高度に機動化され自動車化狙撃師団と名を変えた歩兵部隊134個師団、そして8個師団の空挺師団を持つ世界最大の陸軍となっている。海軍力においてかつてアメリカより立ち遅れを見せていたソ連は、1950年代末期からその整備強化に乗り出し、現在戦略ミサイル潜水艦群においてはアメリカをしのぐといわれる実力を有している。ミサイル時代に備えてすでに大陸間弾道ミサイルを積む2万5000トン級の巨大潜水艦も配備を予定されているという。その他の艦艇についてもソ連海軍は世界第2位の戦力を整えている。
ゴルシロフ元帥の構想によって大海軍力を保有するようになったソ連は、今その海軍力を南太平洋、インド洋方面にも展開するようになった。海軍力の強化によってソ連は遠く離れた地域での戦闘にも対応できる軍事力を備えたのである。ソ連海軍の演習では陸軍の上陸作戦への協力支援も重視されている。まず海上から砲撃などによって陸上の敵軍を制圧し、その後に上陸作戦が展開される。揚陸艦としてホバークラフトを使うのもソ連独自の方法である。空軍はその奇数においてはアメリカを抑えしのいでいるが、技術的には今さらに改善の努力を続けている段階である。地上軍と極めて緊密な関係を持つ前線航空部隊がソ連空軍の主力であるが、その他に輸送航空部隊と爆撃機を運用する遠距離航空部隊が編成されている。空軍から独立して戦略任務ロケット軍の名称を持つ戦略ミサイル部隊も存在している。強力な地上軍や兵器物資の輸送を担当するソ連空軍の輸送航空部隊は多くの巨人機を持っている。主力はアントノフ12型、アントノフ22型、イリューシン76型の3機種。重量のある兵器の落下散投下には逆噴射コントロールも用いられる。ソ連空軍の最主眼はあくまで地上戦闘に対する支援にあると言える。
これは西の NATO 軍が恐れている戦慄すべき想定を再現したものです。政治的緊張が急激に高まったある日、突如東のワルシャワ条約軍の機甲師団が国境を越え西ドイツに突入、北陸一帯の奇襲攻撃。西側を圧倒する数の戦車軍、そして世界最強の攻撃ヘリコプターハインド。北部平原地帯に突入した電撃部隊はわずか4時間で国境から80キロの町ハノーバーに到達。ひたすら全速力で大地を駆け抜ける東側機甲師団の目的は都市の攻撃占領ではなく NATO の戦線に大混乱を巻き起こすことにあった。開戦から半日でミサイル基地など多くの NATO 軍の拠点が崩壊。空から投げ落とされる軽戦車、東側の進撃を食い止めるためやがて NATO 軍が核兵器の使用に踏み切ろうとした時、その時すでに奇襲部隊は西ドイツ領内に深く食い込んでいた。もし核を使えば多くの西ドイツ市民を犠牲にしなければならない。そしてついに NATO 司令部は核による反撃の決断が下せないまま混乱に陥った。